でまた、材質はポリカーボネート厚さ 2.5 ミリを使ってますので、まあちょっと今度実験しますけども実弾でも多分抜けないんじゃないかなと思ってます。非常に画期的な商品です。実弾でも多分抜けないんじゃないかな、実弾でも多分抜けないんじゃないかな、実弾でも多分抜けないんじゃないかな。